はい、よろしくお願いします。今回きっかけ英単語第2弾やっていきます。で、今回はこの10個ですね。なのでこの状態でテストしたい方はぜひやってみてください。では早速まず1番ね、バイからいきましょう。で、ちなみに今回の10個も前回と同じく前置詞です。まあ前置詞が何かやったら前回ちょっと見てみてください。で、まずバイ、これキーワードがそばにになります。で、一応ちゃんと書くとほにゃららのそばに。例えばバイの後ろになんか場所の名前が来ます。バイほにゃららみたいな感じで、そうするとその場所のそばにとか、そういう使い方をします。これが1個で、もう1個ですね、こっちもぜひ覚えてほしくって、ほにゃららでです。で、これね、手段のバイなんて言い方をします。手段で、どういうことかっていうと、例えばバイカー、これカーは車ですね。で、これで車で、つまり車を使ってどこどこに行くとか、どこどこにね来るとか。で、例えばバイバスってバスねって書けばバスでっていう、その交通手段を表すためにバイを使います。こうやって、これも有名な使い方なんで覚えておいてください。で、次が into です。 into で、これがですね、前回やった1番の in と似てて、キーワードが中なんです。まあ中へとかもありますけど、まずほにゃららの中に。で、キーワードで中だけまず覚えてほしいんですが、これね、前回の動画でやった in と to がくっついてるイメージなんですよ。 in と to で、 in のキーワード中だったね。で、 to がほにゃららにって言って、そう、到着するイメージっていう話をしたんですけど、同じ中なんですが、 in to の方はその中に向かっていく感じです。部屋の中に行くみたいな。で、 in だけだともう中にある状態っていうイメージの区別を持っていてくれるとありがたいです。もちろん中と中だけ覚えてもらっても構わないんですけど、 in っていうのはもう中にあるよっていう、で、 into の方は中に向かっていくんですよねっていうイメージを持ってもらえると、ちょっと区別がつきやすいかなと思います。で、次 after ですね。これ3番4番はセットで覚えましょう。 after と before です。で、 after がまずキーワードが、もうこれキーワードはこれですね、後です。後、ほにゃららの後に。で、 before の方が逆です。キーワードが前になります。で、これはテレビ番組とか、例えばあの化粧をする前と後のね番組だったりとか、あとはなんか家を改築するね、そう、なんかね、家をこう改造じゃないね、改築かする時とかに、改築前のことを before で、終わった後 after、 before after なんて言い方をしますけど、その感じです。 before はほにゃららの前に、 after は後っていうキーワードで覚えてください。例えば after ほにゃらら、そのことの後に、まあ after dinnerとかって書き方をすると、ディナー、夕食ですね。だから、夕食の後に、ほにゃららします、みたいな。そういう使い方をします。before も同じですね。ほにゃらら、夕食の前に、みたいな感じで。で、次、under です。under。で、under のキーワードは、下です。ほにゃららの下に。まあ、キーワード、下で覚えておきましょう。では、右行きます。次、6番ですね。これ、発音が near です。near で、 near はキーワード近くです。ほにゃららの近く、まあ近く2枚書いておこうか。でもキーワード近くで大丈夫です。これが near で、次が around です。 around で、これキーワード周りです。で、ほにゃららので、もちろん前回の動画でも話したように、ここに書いてるだけじゃないです。いろんな使い方があります。単語には。あるんですが、ひとまず有名なとこから紹介しますので、まあ、アラウンドもね、いろいろあるんだけど、ほにゃららの周りと覚えておきましょう。で、もちろん、アラウンド場所って書けば、その場所の周りにって使い方をするんですが、もう一個。例えば、これ右がちょっとギーになっちゃったね。アラウンド5。これ入って。ってない。ごめん。ちょっと急いでください。ますね。アラウンド5。5、5ですね。
こういう書き方をすると、5時近くに、まあ5時頃みたいな、時間として使うこともできます。5時頃に来てくださいとか、いうのも OK。アラウンドね。で、最後、8、9、10。これセットで覚えましょう。まず1個目。発音が between です。between。で、次が among。で、最後は during です。during。で、なんでセットかっていうと、全部キーワードが間なんです、これ。で、書くと、さっき書いたよね。まず、between が、ほにゃららの間に、間がキーワードね。で、among も、ほにゃららの間に、キーワード、間です。で、during。これだとね、あんまには使わないんで、ほにゃららの間。なんですが、もうキーワードとして、この間っていうのをね、使うと覚えておいてください。3つ。で、使い分けがあります、これは。これもね、覚えましょう。まず、between に関しては、これあれかな？右がまたそうだよね。ってなっちゃうから。よいしょ。下に書こう。2つのもの。これは覚えてください。どういうことかっていうと、between、2つのもの。二つのものの間にっていうイメージです。例えば、あの建物とあの建物の間にあのお店がありますよ、みたいな。これが between。で、次の among は、数が三つ以上のものの間というイメージで持ってください。数が違うんですね。で、どっちかというと between が出てきます。単語としては。だけど、アマングも間だったなって、3つ以上のものの時に使うんだよな、だけ覚えておきましょう。まずね。で、during は何かっていうと、これは、同じ間なんです。ちょっとイメージが違くて、時間とか、入ったかな？あ、ちょっと切れてるね。ごめんよ。まあ、時間だけにちょっと口に返しちゃうね。ごめんね。まあ、時間とか期間で使うんですけど、例えば、夏休みの間とか、そういう時間と期間に関して使います。during。これは二つのものなので、あの建物とあの建物の間とか、時には between とかを使うんですけど、期間、まあ、時間とか期間の時には during を使います。同じキーワードなんですが、使う場面が違うので、ここはね、必ずセットで。あとこの before after も、ぜひセットで覚えておきましょう。では、今回はきっかけ単語第2弾ですね。まあ、前置詞編だったんですが、で、次回から動詞を始めていきますので、よかったら次回の方も見てみてください。では、最後に、消して、あれですね。消し方間違えるとまた、自分何回かそれで NG 出してるんで、これ、取り直しをしてるんですけど。では、まず単語から、単語じゃないか。意味から単語をテストしたい方は、最後10秒止めて、動画をね、切りますので、まあ、その辺で、チェックしてみてください。ちょっと待ってね。よし。じゃあこれで大丈夫かな。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。